棺桶を量産するゲームの実況。ハッチマルよ。艦長のゆっくりだよ。副艦長のマリサだぜ。前回は潜水艦をサウナに改造して、みんなの体が温まったところまでだったね。みんなのエンジンがかかってきたところで、再びアーティファクト回収に挑みましょう。今回の艦桶。潜水艦はザトウクジラという船。再び警備員としてやっていきます。カメラマンとして楽だからね。まず最初にするのは必要な物資がこの船にあるのかのチェック。今回は3人の決死隊で行こうと思うから、水中スクーターを作っておくよ。船によって初期装備が違うので、ミッションだと採掘しないと足りないこともありますね。今回はこれで十分だったんだけどね。キャプテンから敵鋭発見の知らせ。すでに他のメンバーが対処しているが、映像に収めるため向かおう。どうやらクローラー1匹だけみたいですね。こちらは問題なく対処完了。お、水が滝のように流入しているな。こういう風に浸水していないのに、水が入っているように描写されるバグが、結構起きるんですよね。まったく困ったもんだな。って本当に浸水してる。どうやらこれはバグじゃなかったみたいですね。メカニック、至急修理を。早速駆けつけてくれました。なんとか水抜きは完了したので、地面に叩きつけられずに済んだようだ。目標までは700メートルちょっと、安全運転で向かいましょう。無事目的地付近に到着。今回はだいぶ近いですね。ひどい時は潜水艦が通れない狭い道を、200メートルくらい進んでいかないといけないからね。この辺りに止めてもらって、我々は潜在活動の準備をしましょう。遺跡を守る敵の姿がレーダーに映っていたので注意が必要だな。ハンドヘルドソナー、水中スクーター、他の人はさらにプラズマカッターを持って行ってもらっています。私は38口径の銃とナイフで、エイリアンが出てきた時に戦うよ。それでは船体をぐるっと回って、上の方に向かいましょうか。水中スクーターは移動速度上昇だけでなく、前方も大きく照らしてくれるので、水中活動では必須のアイテムだな。しかしこの暗い海の底は、本当に不安になってきますね。いつもプレイするときクプルフ神話の、神殿ってお話を思い出すよ。潜水艦の U ボートが沈んで、そこで不思議な神殿を見つけるってやつですね。ちょっとここで方角を確認。右上に60メートルです。もうみんな先に行っちゃったけど、どこにいるんだろうか。レーダーには映っていたのですぐに会えますよ。お、遺跡の壁があったね。どこから侵入しましょうかね。お、味方もいたな。とりあえず正規の入り口を探すのが面倒なので、ここの壁をぶち抜いてもらいましょうか。しばらく時間がかかったのでカット。無事入り口が開いたので進んでいきましょう。遺跡内部は空気があることもあるんだよね。やはりエイリアンのものなんでしょうかね。遺跡内部にはいろいろなギミックがあるので、注意して進んでいこう。これまた狭いとこに出ましたね。狭いところが苦手な人には地獄だな。ちょっと突っかかってます。なんとか抜けられたけど、こういうのはゾッとするのでやめていただきたい。目的のものは右上方向にあったので、この辺りではないかと思うんですが。ここは空気があるせいで上に登れないな。こういう遺跡ってじわじわと浸水しているので、しばらく待っていればいいだけなんですけどね。そしてあっさりとアーティファクトを発見。冒険もクソもないですね。前回がひどすぎたんだよ。それではこれが何のアーティファクトなのか、手に取って確認しましょう。ナソノフエイリアンアーティファクトと書いてあるな。ニコライナソノフ、ロシア帝国時代の昆虫学者のようです。働き蜂が巣に帰るためのフェロモンを発見したようで、ナソノフフェロモンと呼ばれています。このエウロパではどうやら敵を引きつける効果があるようだ。帰りは水中スクーターが使えないので、ゆっくり泳いで帰りましょう。頼むから襲われませんように。何事もなく帰還。前回のサーマルアーティファクトよりは、桁違いに安全だな。それでは周囲に警戒しつつ、港を目指すことにしましょう。実に安全な航海だ。そう思っていたんだけど、静寂を切り裂く警報音が艦内に鳴り響く。エンジンが出火したようです。
直ちに消火作業に当たったので、火自体は鎮火しました。それなら問題はないか。いえ、キャプテンから電力不足の報告です。エンジニアも直ちに調整に入ったが、この一瞬で火事が取れなくなったようだ。船体上部接触するようです。総員衝撃に備えろ。衝撃自体は大したことありませんでしたね。ただ上部から浸水しているようだ。ちょっと確認に向かいましょう。棺桶の準備が整いつつある。いてぇ。浸水のせいで沈降し海底に叩きつけられたようです。あ、これまずい。一気に浸水が加速しました。マスク探さないと。損傷箇所どころじゃないですね。これ地形によっちゃ一気に落下して、高圧で即死もあり得るな。とりあえず下に向かって探しましょう。もうちょっとだけ酸素ゲージは持つはず。ふう。ギリギリだったな。しかし一息ついている暇はありません。水まんじゅうになる前に、この船を修理するぞ。なんかドクターが寝ているんですが。死んでいるのかな？どうやら生きていたようですね。とりあえず治療に回ってもらおう。それでは船底の確認をしましょう。あ、これひどい。かなりの面積が全損していますね。これはメカニックに頼むことにしよう。こっちの修理はなんとかなりそうですね。あとは浸水によって壊れた配電盤の修理か。ほとんどの場所が浸水したので、配電盤がかなりまずいことになってます。しかし水が抜け始めたぞ。破損箇所の修復は終わったようなので、どうやら山場は越えたようです。まだ何箇所か水が残っているけれど、徐々に排水されていってるね。これが抜け次第出発しましょう。その後は何事もなく目的地に到着。しかし我々もだいぶ練度が上がってきましたね。まあ動画外で数えきれないほどの棺桶を作っているからね。しかしもう次の段階へ進む時です。そうだな。そろそろキャンペーンモードを始める時だな。ということで、次回からはキャンペーンモードで深淵を目指すぜ。お金の管理、資材の管理、この辺が追加されていく感じだね。まだまだクルーは募集中なので、興味ある人はサブチャンネルの方から参加してみてね。それでは今回はここまで。またね。